皆さんこんにちは、評論家の荻上一樹です。今日はメディア論の中からフレーミング効果というものについて話したいと思います。フレーミングというのは、まあ、枠付けという意味ですね。フレームというのはあの枠のことです。あのフレームいい形してるね、あのフレームちょっと割れちゃって、まあ、あのフレームですね。でフレーミング効果、要は枠付けをする効果ということなんですけれども、これはどういうことなのか。一つの例え話をしましょう。あなたは患者です。僕が医者です。今からあなたは手術を受けます。その手術を受ける際に僕が医者としてこう説明します。この手術の成功率は 95% です。もう一パターン、この手術は20人に1人は死にます。さて、先に言ったことと後に言ったことで印象はどうですか？違わないですか？成功率 95% ということと20人に1人は死ぬということ、これ実は数字の上で同じなんです。両方とも20分の1は失敗するという事実を伝えている。あるいは20分の19は成功するという事実を伝えているんです。ただ、同じような物事であったとしても、表現の仕方や伝え方が変わることによって、その意味合い、受け取り方も変化をする。こうしたようなところに着目をしたのが、フレーミング効果についての研究なんですね。テレビではいろんなニュースが日々報道されています。例えば、ある事件では、その事件の加害者の職業が注目をされていました。でも別の事件の報道では、その加害者の国籍が報道されていました。また別の報道では、その加害者と被害者が日々、例えば暴力的なことを行い続けていた。それがエスカレートしたということを報じていました。同じような事件であるにもかかわらず、この3つの報道のあり方によって、人々の反応というのは変わってくるんですね。つまり、同じ事実であったとしても、それの伝え方や伝える量、あるいはその注目の仕方などによって、人々の反応が変わってくる。メディアというのは、必ず何かしらのフレーミングというものを行うものです。フレーミングが行われないものなんて存在しません。なので、メディアというのは、真実そのものを伝えることはできない。何かしらのフレーム化された表現というものを伝えているんですね。だからといって、メディアは真実を伝えてない、本当の真実はこれだ、というふうに言うことも、これもまたフレーミングに過ぎないので、フレーミングの外側に人々はなかなか出ることはできません。ただ、メディアを比較したり、日常のコミュニケーションについて立ち止まって考えることによって、このコミュニケーションがどういうフレームが付けられたものなのか、このニュースはどんなフレーミングがなされたものなのか、ということを考えることができるんですね。このフレーミング理論というのは、ニュースについての理解に役立つというだけではありません。実は日常私たちが味わっている様々なバラエティ番組であるとか、映画であるとか、そうしたようなところにも着目をすることもできるんですね。例えば、その広告などで繰り返される表現に着目をしてみましょう。アイスクリームの CM。とっても美味しい。私はリッチな気持ちになっている。このアイスが手放せない。そうしたようなそのメッセージを発信することによって、消費者にそのアイス美味しそうだな。ただ美味しいだけじゃなくて、それを買ってリッチな気持ちになりたいなということを味合わせたりする。それがまあ広告の役割ですよね。実際の商品の特徴を与えるだけなくて、その商品に対して何かしらのイメージを付け加えるわけです。つまり、その商品に対して別のフレームを与えていくというのが広告の役割になります。では、そのアイスの CM に着目をしてみると、どんなフレーム化がなされているのか。特定のアイスの CM などでは、よく女性がゆっくりアイスをセクシーに食べるシーンが強調される。そのアイスを食べるシーンの周りに優雅さをアピールするために、すごい身長の高いようなスラッとした白人の男性が立っているというようなシーンが強調されたりするんです。日本のメディア空間において白人というのは知性やリッチさの象徴としてしばしば使われます。そうした人に見られながらアイスをじっくり食べているというリッチな時間というような格好で、アイスを食べる喜びというものを理性や知性の象徴である白人の人から認められて、なおかつ異性と共に豊かなコミュニケーションを女性の方がリードしながら味わっているというような、いろんな快楽をこうミックスさせて CM というものを打っていくわけですよね。ただ、この広告のようなフレーム化というものは危険性というのも当然あるわけです。というのは、メディアがそのように特定のステレオタイプというものを再生産するということも起こり得るからですね。メディアが例えばある特徴を持った人を登場させる際、その特徴を持った人に対しては肯定的な意味付けが繰り返されることがある。そうすると、ああなるほど、この人種やこの肌の色の人というのは理性的なんだな、素晴らしいんだな、とても豊かな人なんだなっていうような意識づけがされる。これもメディアのフレーム化です。逆にテレビの広告を見ると、その出演している人種に偏りがある、肌の色に偏りがあるということに気づくでしょう。例えば中東系の方が出る場面、
例えばアフリカ系の方が出る場面、あるいはそのアジア系の方が出る場面、そうした場面では一体どんな広告でそういったような表現が使われがちであるでしょうか。ある肌の色の人たちは理性的な存在として、でもある肌の人たちはある意味では何かの文明に驚くような存在であるとか、何か多様性をイメージする際に5人のうちに1人は出てくる存在とか、そうしたような形で使われてはいないでしょうか。そうしたメディアが例えば特定の肌の色などにフレーム化していく、意味付けを与えていくことによって人々の日々の受け取り方というのも大きく変わってくるわけです。つまりニュースのように特定のものに着目をするときにこう切り取ったということだけではなくて、このすでに多様で複雑な社会の中から特定な特徴を持った人ばかりが広告に出る、その特徴を持った人が広告に出るときはある意味付けがされがちである、そうしたような枠の機能、フレームの機能についても私たちは考えることが必要になってくるわけですね。またフレーミング効果という点で言うと、様々な日常のコミュニケーションにもいろいろな影響が出てきます。前回の動画で態度模倣効果、未明室について話しました。実はフレーミングも模倣されていくんですね。どういうことかというと、例えば独身の男女は寂しいやつだというような観点から着目をする番組作りというのはとても多いです。 NHK なんかでも例えばお笑い芸人の方の嫁探しみたいなものを、まあ、大々的に特集をするシリーズとして続けていたりするわけですね。つまり独身男性が嫁という言葉もとても古めかしい言葉ですけれども、そうしたような対象を見つけることがある種ハッピーエンドなんだという、そうしたようなものを注目を化させる、そういった尺度で物事を語るというフレーム化を繰り返していることになるわけです。そうしたフレーミングが人々にこう伝播をしていく、感染をしていくと、あ、自分も寂しいんだとか、あいつも寂しいやつだっていう価値判断も移っていくということになりますよね。世の中に起きていることは単にその人がパートナーを作らないという、ただそのことだけです。その事実だけにもかかわらず、メディアが例えばそこに対して寂しい行為ですよねということをフレーム化する、あるいは異端ですよねとか、おかしいですよねとか、40にもなって50にもなってっていうような意味合いでフレーム化をしていく、そうしたような意味付けを付与していくことというのが人々にいろいろな価値観を植え付けていく行為でもあるんですね。つまりフレーム化というのはいろいろな段階がある。一つは何のどこに着目をして何のどこに着目をしなかったのかという取捨選択の問題、もう一つはそこに着目をするその仕方によって人々にどんな価値を伝えてしまっているのかというような観点から見るということ、こうしたようなメディアのフレーミング効果に着目をして、日々私たちがどんなメディア視聴をしているのか、メディア聴取をしているのかということを、ぜひいろいろ点検してみてください。おぎえでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。